ポリネシアン航空はサモアの国営航空会社であり、同国の首都であるアピアを本拠地にしている。DHC-6 から300プロペラ機を利用した近距離の運航を主体としている。以前は国際定期便を運航していたが、2005年10月にイギリスのバージングループがオーストラリアに設立した格安航空会社バージンブルーとの共同事業となるポリネシアンブルーに移管された。 ポリネシアン航空は同社の運航便でグランドハンドリング業務を取り扱っている。2017年、サモア政府の申し出によりバージンサモアの共同事業を解消。フィジーエアウェイズの支援を受けて新しい国際線航空会社サモア航空の運航を開始する予定である。ポリネシアン航空の機材は以下の航空機で構成される。ボーイング727から200。 ありがとうございます。